ド谷口が右に流れてという中、ドリブルで中切り込んでくる、谷口から宮市、宮市のシュートは最後入りました。宮市のシュート、前半の37分岩手先制です。ようやく岩手に先制点がもたらされました。谷口から最後宮市へうまく裏に抜け出して、おそらく股下を狙ったのが足に当たってゴールに吸い込まれていったんでしょうか、左手かもしれません。最後坂田飛び込んだんですが間に合いませんでした。